選択肢があります。貧しい子どもたちを支援する奨学金や建設する教育福祉施設に自分の名前を残すこともできるんです。一度考えてみませんか。遺贈のお問い合わせは日本財団まで。0120-338-131 0120-338-131。 There's a hidden comfort. 歯周病菌の増殖には黒幕がいた。だからガム史上初の殺菌アプローチ、ガムプラス。歯周病菌の増殖まで抑えるガム。歯茎の運命を変えるために、歯茎のためのコンプリート処方誕生。45年目の歯周病研究でガムは進化し続ける。ガムを歯茎ワゴン。サンスター今日相当寒かった。外？うん、いやいや、風が来た時は寒いけど。そりゃそうやろ。いや、普通と違うあれやった。新SUV レイバック新登場。スバルの初売り。被災地では新型コロナの集団感染が発生するなど、長期化する避難生活の衛生環境の悪化が課題となっています。石川県内灘町の小学校に設置された避難所では、同じ教室に避難していた7人が新型コロナウイルスに集団感染しました。町はこの避難所を閉鎖して、新たに別の場所に2カ所の避難所を開設し、別の教室にいた避難者およそ20人に移動をお願いしたということです。避難所では仮設トイレの設置は徐々に進んでいるものの、十分な生活水はなく、避難している人は手洗いや入浴ができない状態が続いています。衛生面が悪化した環境では1週間ほどで感染症が増える傾向があるといい、被災地の大きな課題となっています。そうですね、これ、ね、発生災害直後は、救出活動とかそういったところなんですけど、何の雪の不利用じゃろうか。そういうのもあるし、やっぱり寒さもあるし、はい、いろんなことで抵抗力が下がってくると、インフルエンザウイルス、コロナウイルスってことになってくるんですね。でまたね、山口さん、この避難所生活はすぐに解消するわけじゃないんで、かなり長い期間の問題になってきます。高齢者の多いところにノロなんかも入りますし、で脱水すると脱水だと水も取れない状況だと思いますので、そうですからね。そう、トイレ行かないために水を飲まないっていう人も出てくるというところがあります。今日もご覧いただいてどうもありがとうございました。テレビを与えて付き合うんだろうけど、それはもう電気が通ってない。かわいそう。小さな営業を多数展示中。松山陽子南国道56号線沿い、三浦屋人形本店。お城たちは春新春住宅祭へ出かけよう。香ばしい玄米をブレンドします。おいしそう。
なおきゃ。あれ見たら、最有機。いや。お。そこを破ってあなたの気持ちを全部新藤さんに伝えてしまいました。許してください。いえ、やっとお前に荷物を下ろしたようで、本当は勇気を出して自分で言うことだったのに、言えなかった思い伝えていただいて感謝してます。酔うと人は本音を吐くって言いますよね。田崎さんの気持ちはわかります。友情に隠された愛でも、今の僕は申し訳ありませんが、ごめんなさい。ごめんなさい。何がごめんなさいの？何でしょうね。珍しいのだけど、山田さんを。そうそう。あら、いらっしゃい。ごめんなさい。どうしたの？嬉しそうな顔。いやー、ママにさ、こう新鮮な空気を目いっぱい吸ってもらって。え？いや、ママ、この間言ってたんじゃないか、一緒にいるのが当たり前みたいになって。なんかこう新鮮な音楽は出たんですか？この人、今行方不明やろ？多分。いや、あの芸能界を出てどっか行ってわからんよ。この子こ本当にお姉さんの方はおるけど、途中でもう出んなったらこれ以外は。ほらお前、ああ、ほう、1年で足が一気に衰えてしまった、そんなお声をよく伺います。そこで本日は
腰の筋肉と膝関節にダブル筋肉成分とダブル軟骨成分がダブルアプローチ。膝の動きをスムーズにして、なんと足の老化の指標である歩く速さを維持することが報告されているんです。ロコモアを飲んでいる方のなんとおよそ 94% が足の筋肉と膝関節をケアできるから将来も安心とお答えです。さあ、ご覧のあなたもロコモアを